ならば私も君に本気を見せねばなるまい。異次元を制する王の力、たっぷり味わうがいい。お前の持ちうる最高の戦術で挑んできな。デュエル。私のターン。 DD 魔導賢者ケプラー。 DD 魔導賢者ケプラーのモンスター効果発動。永続魔法地獄門の契約書を発動。地獄門の契約書の効果発動。DD スワラルスライムの効果発動。今一つとなりて新たな王を生み出さん。融合召喚。生誕せよレベル6 DDD 烈火王テルジン。 DD スワラルスライムの効果発動。黒き翼を持つ異形の神DD バフォメット。 DD バフォメットの効果発動。この世のすべてを滑るため、今世界の頂に降臨せよエクシーズ召喚。生誕せよランク4 DDD 怒涛オッシーザー。DDD 烈火王テムジンの効果発動。 DDD シーオヘルアーマゲドン。ターンエンド。俺のターンだ。カードを引くぜ。手札から魔法発動。 DDD 怒涛をシーザーの効果発動。 DDD CO ヘルアーマゲドンのモンスター効果発動。 DDD 怒涛をシーザーの効果発動。モンスターを伏せるぞ。カードをセット。ターンエンドだ。私もまだ全力ではないぞ。全くない。私のターン。ドロー。地獄門の契約書の効果発動。地獄門の契約書の効果発動。ペンデュラムスケールをセッティング。 DD オルトロスのペンデュラム効果発動。永続魔法マシン王の契約書を発動。魔神王の契約書の効果発動。今一つとなりて竜王も倒す勇者となれ。融合召喚。生誕せよレベル8 DDD 黒竜王ベオウルフ。バトルだ。ベオウルフの攻撃は貫通効果を持つ。やれベオルフ。そこだ。モンスター効果発動。ターンエンド。まずは万全な体制を作るがいい。すぐに私が崩してみせよう。行くぜ。俺のターン。カードを引くぜ。モンスターをセット。ターンエンドだ。私のターン。ドロー。 DDD黒竜王ベオウルフの効果発動。ペンデュラムスケールをセッティング。モンスターをペンデュラム召喚。すべての王をも滑る超越神 DDD CO ヘルアーマゲドン。現れる世界を凝望せし我がしもべ DDD 超使用ゼロマックスウェル。バトルだ。私はモンスターで攻撃。 DDD 超使用ゼロマックスウェルのモンスター効果発動。
まだ逆転の手は残されている。シーオン、ヘルアーマゲドンで攻撃。そこだ、モンスター効果発動。私はダイレクトアタック。今だ、モンスター効果発動。最初の勢いはどうした。ターンエンド。俺は負けない。俺のターン。俺はこのカードにかける。ドロー。モンスター効果発動。頼むぞ、モンスターを特殊召喚。バトルだ。頼むぞ、モンスターで攻撃。ターンエンド。これが君の本気か。まだ全て出し切っていないはずだ。私のターン。ドロー。永続魔法、地獄門の契約書を発動。地獄門の契約書の効果発動。我が魂を揺らす大いなる力よ、この身に宿りて闇を引き裂く新たな光となれ。ペンデュラム召喚、出現せよ私のモンスターたちよ。DDD 制覇王カイゼル。 DDD 制覇王カイゼルの効果発動。 DDD 制覇王カイゼルの効果発動。バトル。どうやらここまでのようだな。攻撃だ。うわー、負けたが悔いはない。いいデュエルだったぜ。実際の戦闘では爪の甘さが命取りとなることを覚えておけ。